欲張りなんすかね。何でもやっぱできた方がいいじゃないですか。どこにでもいたいし、常にこうボールに関わってプレーしたいっていう部分もあるんで、ボールを持ってない時でも味方のためにこうアクション仕上げるとか、常に止まんないようには心がけてるっていうか。全体を見ながら味方の選手を助けるようなプレーだったり、相手を見ながら自分は今どういうプレーが必要で、まあ常にこう考えながらプレーするっていうのは意識してますし、まあサッカーはやっぱり同じ状況だったりっていうのはなかなか起こらないんで、その状況、試合の中の状況によって判断を変えて、一番こういいものを選択してプレーしていくっていう部分が、まあ必要なんじゃないかなっていうのは自分の中では思ってます。ポジションがちょっと一つ前になったりでプレーすることも今年は増えてるんで、よりゴール前に行く回数だったり、まあゴールを奪うポジションでもありますし、自分の中でもこうもう一つ成長するためにそういったゴールだったりっていうのを奪える選手になっていかないといけないなっていうのは感じてたんで、そこはまあ常にまあ今年だけじゃなくて、こうゴール前に入っていくっていう、点を取りに行くっていうアクションするっていうのは常にこう心がけてやってたんで、まあそれが結果としてまあここまで4点っていう形で出てるんじゃないかなとは思います。全部ペナルティーエリア内でこう足を止めずに来ると信じて走ってゴールを決めてるんで、まあ全てにおいてこう取れるところに入れてるっていうのはいいことだと思うんで、やっぱホームですし、ドローでは終われないなっていう気持ちはあったんで、
まあ、自分がボール受けた時に、まあ、だいぶ自陣の方で深かったんですけど、こうだったり理科だったりっていうのがこう走ってくれて、自分もそれについていってゴール前まで入って信じて走って、あのボールが来たんで、まあ、あれはうまく押し込むことができて、あのあそこでやっぱり勝ちたいっていう気持ちがあのみんなあったと思うんで、ああいうふうにこうみんなきつい時間でもこう走って、あの長い距離スプリントしてくれたんで、まあそれをあのうまく決めれたんで良かったです。まあ、いつも監督が言っているように切り替えだったり、あの足を止めたいっていう部分では、あのシーンでも、まあ、ジャミがいい突破してくれて、まあ、相手はちょっと一瞬止まりましたけど、まあ、ショート含め自分も中の選手、まあ、ゆうと君も止まらずにあのいいボールを上げてくれたんで、あとはしっかり合わせて枠に持っていくだけだったんで。自分の中で結構、ああいうシュート得意っていうか、逆にこうなんだろうな、滑りながらというか体ごとというか、そういうシュートの方がうまく枠に持っていけるんで、まあ、立ってシュート打つ人もいるだろう、いるとは思うんですけど、僕の中ではこうあえてあの状況でバウンドしてましたし、かぶせる、ふかさないようにっていうイメージで打つと、ああいう滑りながらになっちゃうんで、なんか押し込んだりこうするときは結構倒れながらの方が自分の中ではミートするっていうか、まあ、そこは多分それぞれ選手にいろいろあると思いますけど、自分の感覚的にはそっちの方がうまくゴールに入るんで。その全てにおいてまだまだ足りないと思ってて、まあそれはいくらでもこう上げれるし、まだまだ成長できると思って常にやってるんで。今 J1 の選手もしっかりこう守備もやりますし、いろんなものを求められていると思うんで、今の時代守備もしっかり求められるし、戦術の部分でもやっぱり求められるんで、まあそういった意味ではこういろんなものをできた方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、僕は思うっていうか、まあ自分の生きる道というか、生き残っていくっていう部分でも、まあ自分のそこをストロングにしていきたいっていうのもありますし、やっぱ見ててこう やっとさんとかこうスーパーなものを持ってるっていうのもやっぱすごい、まあ選手としては
そういう選手もいるとは思うんですけど、自分みたいにこういろんなものをできるようにしていくっていうのも一つこう選手として価値を高めて生きていく上では、まあ、それもありんじゃないかなっては自分の中では思ってます。いや、そこはマジで難しいと思いますし、でもできるようになればやっぱりチームにとって欠かせない存在になるんじゃないかなと思ってますし、まあで俺はもう全てのこのにおいてこうレベルを上げていくっていう考えです。だ難しいんですよ、あの自分のプレースタイルはどうですかとか言われるのが俺